ネコボコラジオ。はい、始まりました。ちょびひげさんのアートな散歩。お送りする DJ は私ちょびひげとアシスタントのネコマネです。はい、この番組はえのこと地域コミュニティとの共同事業、ミニ FM えのこ島デコボコラジオの企画で、美術館およびその周辺の食を紹介する番組です。はい、周波数は 89.2MHz、 毎月一度公開放送を行っていますので、皆様もぜひ遊びに来てくださいということでですね、はい、お約束の予算から入るわけですけども、はい、私たちですね、ちょびひげと猫まねさんですけども、はいはい、民芸って結構好きなんですよね。そうですね。そうなんですよね。特に猫マネさんは河合幹事郎ね、うん、さんの作品を見に京都までね直接行かれてますし、その私も、そうですね、富本憲吉の作品を見に奈良まで行ったりとかね、まあ、そういうんでは、まあ、民芸好きな2人ではあるんですけど、まあ、その他にもね、民芸っていうと芹沢啓介であるとかね、宗像志功であるとかね、たくさんいるわけですけども、はい、そんな民芸好きの私たちが今回行ったのは、民芸を見るならここは外せないでしょうということで、現在、平成30年3月3日から、7月16日の会期で、特別展、絞り染め布に咲く花を開催中の大阪日本民芸館に行ってきました。はい、お話をお伺いしたのは今回の企画の担当学芸員でいらっしゃる、小野綾子さんにお話を伺いました。小野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ところでですね、猫前さん、はい、はい、大阪日本民芸館で、美術館だと思いますか、博物館だと思いますか。民芸の名前ついてないでしょ、美術館とか博物館って。でも展示の方式見ると博物館なのかなっていう気がするんですけど。でね、その僕、まあ、事前に、この民芸館のこととかいろいろ調べたわけなんですけどもね、この民芸館っていう名前はその当初ね、柳宗悦さんが提唱された時には、はい、まあ、柳さんが亡くなってからここをできたんですけども、はい、提唱された時には民芸美術館っていう名前だったんですよ、を作ろうっていう。だからその流れであれば位置づけとしては美術館なんだろうなっていうことで聞いてみたんですよね。でそうすると位置づけというよりもポリシーとしては美術館っていう言い方をされてて、えっていう感じでしょ。でね、その民芸っていうのは民衆的工芸の略で、柳さんは当時日本に盛んに入ってきた西洋美術に対しての日本にも対抗しうるだけの美があることを提唱してきた。でその西洋美術に負けない美しさが民衆的な工芸の中にあるということで、それを美しいものとして世間に紹介した。だから物のバックボーンであったりとか歴史を伝える施設ではないですね。だから美しいものを伝える施設ということで、ポリシーは美術館ということをおっしゃってました。だから美術館的な施設なんだなっていうことで、ちょっとこれから話を進めていこうと思うんですけども。そうなんですよ。いや調べた時に民芸美術館を作ろうとしてたんだ、でも名前に入ってないなってね、ちょっと聞いてみたところなんですけどね、まあ、ここのね、大阪日本民芸館っていうのはもともとは1970年の万博、ね、大阪万博のパビリオンとして建設された建物で、これを万博終了後に展示室の建物を引き継いで、柳宗悦さんが提唱した民芸運動の西の拠点として、1971年に開館したのが始まりなんですね。で、まあちょっとね、位置的なことをご存知ない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、正面には平和のバラ園、日本庭園、まあ、国立民族学博物館などの文化施設がある、緑に囲まれた万博記念公園の文化的な、まあ、心臓部と言ってもいいんですけどね、そういうところに位置している。で敷地面積は3070平米。小野さんがね、特色の一つっていうふうにおっしゃってたのが、やっぱ建物構造なんですよね。
もともとパビリオンだったということもあって、あの鉄筋コンクリート造りの平屋で、展示室は回廊式なんですよね。で要するにそのパビリオンだったので、その自然な流れで鑑賞できるような構造になっていると。だから他の民芸館とはね、あの全国にある民芸館とは明らかに建物の作りが違うですね。まあ、通常であればっていうか、まあ、例えば倉敷の民芸館であれば蔵をそのまま使っていたりとか、他であればあの昔から使ってた日本家屋を使ってたりとか、そういう建築をベースにした建物で展示を行っているんですけども、ここは鉄筋コンクリートで家という感じはもうないんですよね。まあ、先ほども話したようにパビリオンだったっていうこともあって、まあ、天井も高かったりとか、だけどもその高い天井っていうのもたくさんのお客さんに見てもらえるように展示できるというメリットはあると。靴を脱がなくても入れる珍しい民芸館っていう言い方もしていました。うん、で、だからといって共通して各地の民芸館に見られるような雰囲気を出せないかといったらそういうこともなくって、あの窓が障子になっていたりとか、あの床の間みたいなスペースがあったりとか、まあ、ちょっとずつ日本家屋のテイストを取り入れながら近代的な建物であるっていうのが特色ですよっていうふうにおっしゃってました。鑑賞品数は約6000点ということです。はい、で実はね、小野さんの専門は民族学なんですよ。はい、で民族学を専門とする小野さんから見ると、民芸館の魅力っていうのはどういうところにありますかっていうことをお聞きしたんですけども、まずはね、集めてるものが綺麗だと。うん、隣にね、民泊、あの国立民族学博物館が建ってるっていうのが、まあ、象徴的だっていうふうにもおっしゃってたんですけども、あの民族学であるとか文化人類学の収集しているものと大きな括りでは一緒なんですよね。うん、で民衆が使った生活道具を収集して紹介しているっていうことでは同じなんですけども、だからジャンルは一緒なんですけども、見方が違う。民芸館に関してはそのものが美しいものであるかどうかっていうことに焦点を当ててものを選んでいるので、そうそう、だから民泊とは違うんですよね。美しいっていうところでは紹介してるではないんで、だから、まあ、民泊の収集品の中ではもちろんジャンルとしては被るものたくさんあるんですけども、比べてっていうか並べてみた時に明らかにね、柳さんの、視点とは違うし、柳さんの視点が確かだっていうのが分かるんじゃないかということをおっしゃってましたね。うん、だからそういう意味では、あの民泊とあの一緒に、まあ、続けてっていうかね、見るとあのより面白いっていうか違いが分かってね、面白い展示なんだろうなっていうことがね、まあ、あの前回ね、私たちが行った時も続けて入ったりはしたんですけどもね、まあ、確かにそういうふうな視点で見ると違いが明らかだなっていう、あの美しさっていうのが際立ってるなっていうのは分かりますよね。はい、ということでですね、あの今回特別展の話になるわけですけども、あの今回特別展絞り爪、布に咲く花なんですけども、あのこの概要についてちょっとだけ、触れたいと思うんですけども、絞りっていう染色技法に着目して絞り爪による作品を紹介していると、そういう特別展になっています。で絞り染めっていうのは布の一部を、糸でくくったりとか縛ったりとかね、縫い締め板で挟むとかして染料の浸食を防いで染める技法になります。まあ、今回の展示では明治から昭和にかけての日々の衣服として用いられていた絞り染めによる着物や現代の作家さんによる大型の絞り染め作品を紹介しています。で地道な工程を経て開花する絞り染めの世界を楽しんでいただくというような企画になっていると、まあ、そういうふうな概要になっています。で絞り染めの産地というとですね、今 もう現存しているというのは大きなところでは2つになるんですけども、京都鹿の子、ね、とあの愛知 の有松鳴海で、大阪日本民芸館は愛知の有松鳴海のものが多いんですね。あの中のねビデオでも紹介されてましたけども、でなんで有松鳴海なのかなっていうことをお伺いすると、有松鳴海 の絞り染めっていうのは木綿に作る、木綿を絞る絞り染めで、絹で作るあの京都のね鹿の子はやっぱりその高価なものっていうか特別なものになっちゃうんですけども、一般の方が着れるものということで、
でその木綿っていうのはその日本である程度まとまって作られるようになったのは江戸時代以降らしいんですけども、当然木綿でもね、あの品質の良いものは上流の方々使われたらしいんですが、基本的には庶民の衣料と、まあ、衣服であったり身の回りとの製品として使われたということで、やはりこの民芸館で収集しているということです。でそのそういう中でね、その有松鳴海がすごいっていうのは、あの100種類以上の技法がここで試行錯誤されて作られてきてるんですよね。あの絞り染めって言ってもたくさんの模様が出てきていて、あのそれもね当時の人々が日常的に用いてた中にあるっていう、そういう素晴らしさを見てほしいっていうふうに思ったっていうふうにおっしゃってました。今回のね展示を見ると個人さんが持たれてるね、あの作品がとても多いんですよね。でその中で特にね猫前さんとこれすごいなって話をしてたのが、あの、まあ、個人さんが持っててすごいなと思ったのが、技法100種であるとか製造工程なんですよね。でなんでこんなものが個人さん持ってるんだと、いわゆる仕掛かり品ですよね。そうそうそう、あの糸を巻きつけた状態のものが、そうなんですよね。で、あのなんでこんなものを個人さんが持ってるんですかっていうことをお聞きしたら、これを持ってるのがあのそもそも絞り染めの研究者であって、なおかつご自身作家でもある方が持たれてると、ですからあのこの技法100種や製造工程は本人が作って研究しながら作られたものを展示してるというものらしいんですよね。すごいですね。すごいですよね。でこの100種っていうのはあの今でも製造可能なんですかと、あの、まあ、製造可能なんですかっていうふうにお聞きしたっていうのは、まあ、今回ねその作家さん研究者があの教えてもらってってことなんですけども、あの有松鳴海のこのそれぞれ技法っていうのは一人の職人さんが一つの技法を追求しているところなので、そこでの技法を後継者に伝えなければ実は途絶えてしまうんですよ、その地域の人たち。だからその実際に今その100種が継承されているかどうかっていうのはやっぱり分からないみたいなんですけども、この100種のパネルを使った、ね、方っていうのは、その時の作り手さんに教えてもらいながら習得していったものなので、地域の中での継承とは別にね、そういった形での継承は行われているっていうふうにおっしゃってましたね。でその聞きたいことが実は山ほどあったんですけども、今回作品を見て猫真似さんと私が驚いたのは、どうやって作ってるか分かんないと。でそのこれっていわゆるその前にも紹介したんですけどね、あのアート散歩で超絶技法じゃないかと。でそのそれについてもちょっといろいろ事前に調べていったのがあって、その室町時代に実は一つのピークを迎えたその辻ヶ花っていう絞り技法があって、これもう復元できないらしいんですよ。でということはそのこれらの、ね、100種類以上あるという技法の中でも復元できないものがあるとしたら、でこれはもう工芸の一つのジャンルになってきてるね、超絶技巧として紹介されるものが絞りの中に合うんじゃないかというふうに思ったんですよね。でその辺のことをちょっとお伺いすると、やっぱりその超絶技巧の方に行くっていうのはやっぱりかのこ絞りかもしれないと。っていうのはあれは粒の大きさが何ミリというふうに作られてるらしいんですよ。何ミリないといけないと。だから超絶技巧ということであればカノコが近いと思うんだけども、絞りの重さ面白さっていうのは超絶技巧的な精密さであったり正確さであったりっていうところではなくって、開いた瞬間にしか分からない偶然性とか、あの絞りならではの色の染み込み方、にじみとかなので本質的に違うんじゃないかっていうふうにおっしゃってました。まあ、ただねそこで超絶技巧を追求しているあの若い作家さんなんかそこを追求していってるんじゃないかなっていうことをおっしゃってましたけども、そこのね、絞りらしさっていうところのバランスが今度は難しくなってくるんじゃないかなっていうふうにもおっしゃってましたね。そういう作家さんの作品っていうのは第4展示室なんですけども、あれは本当にすごいですよね。本当にねこれが絞りなのかっていう作品ばかりで、まあ、ちょっとね猫前さんともう半分興奮しながらねもうありえないありえないっていう感じでね、
ガラス張りではなく、うん、肉眼で直で見られる、うん、でなのでは、まあ、すごく質感も伝わってくるんですよね、うん、そうですよね、うん、なのでちょっとあの、うん、ガラス張りの展示室からまた違う印象を受けながら、うん、受けながらですね、うん、そうですね、楽しみさせてもらいました。でそのやっぱり第4展示室の話になると小野さんとも結構盛り上がったんですけど、やっぱあれはすごいですねと、従来あった技法に作家さんがアレンジを加えて、だからアレンジの組み合わせになるんです、うん、になったりとかしてるのもあるんですけど、やっぱり相当試行錯誤されてるんだろうなと。でだからパッと見て何の技法を使ってることすらわからない、ものがたくさんあってですね、あの本当に高校をね見に行って絞りだってパッと見て絞りだってわかる人は私は本当にほとんどいないんじゃないかなと思いましたね。そうですね、うん、絞り染め店だから分かるけど、そう言われなければ分からない、分かんないですよね、うん、であえて絞りの技法を使って型染めのニュアンスを出しているものがあったりとか、なんでそこまでやるんだと、ね、でその絞りでもやっぱりたくさんの技法が、ね、100種類って先ほどお話しましたけども、木目絞りっていう技法があるらしいんですけども、木目絞りの技法を使わずに木目絞りの模様を出そうとしているのがあったりとかあるらしいんですよ。あ、そうなんだみたいなね、うん、で要するに違う技法を使ってある技法の模様を作ろうとしてたりとかってね、そういうチャレンジというかそういう作品があっても非常に面白いと、うん、そんなことができるんだっていう面白さがあるっていうのがこの、第4展示室と、いうことみたいですね。まあ、あのそこまでは分かんなかったんですけど、とにかく何のこっちゃっていうか、でその今回その絞り染めっていうことであの2人で見に行ったじゃないですか。で絞りっていうのは非常に単純ですよね。染め物のワークショップとかでやったりするとあの子供たちでもできるということで絞りのワークショップってあるんですよね。だからほとんどの人っていうかあの多くの方が絞りっていうとまあこういうふうに作る、まあ、くくって作るんだなっていうことが分かっていると思うんですよ。でそういう目でこの特別展を見に行ったら多分ね皆さんありえないと、これが絞りなのかと、でなんでこう直線ね、こんな直線が絞りで表現できるんだとか、なんでこのこういう曲線が絞りで表現できるのかと、で本当にどうやって作ってるかわからないっていうのね展示なんですよね。だからそういうんでは人間を見に行くっていう感覚ではないんじゃないかな。人間を見に行ってこういう驚きっていうのは多分ないんじゃないかなと思うんですよね。この技法百種っていうのを展示してるじゃないですか。であれって基本的には明治には確立されてる技法なので、一つ一つ見るとね、まあ、ちょっとね小さいんで大きいものを想像しづらい部分はあるんですけども、多分今の作家さんっていうのはあれを使ってどう表現するかっていうふうな世界なんだろうなって漠然には思うんですよね。技法として新しい技法っていうよりもあれをアレンジしてどう組み合わせるのかってね。で、その辺に関して小野さんはいや多分ね、そうだと思うと。でもその辺は企業秘密なんですよと、うん、ちらっと聞いたり、ね、聞いてみたりとかするらしいんですけども、やっぱり詳しくは聞いたことがないと。でもそこが面白いところですよね。絞りでここまで表現できるんだっていう表現技法としての可能性っていうのを見せてくれてると、まあ、そういうところが素晴らしいところですよねっていうふうに、おっしゃってましたし、そういうところを追求してるっていうところが小野さんが思われる今回の展示の目玉で、そういうところを見てほしいっていうふうにもおっしゃってました。で毎回ねお伺いするんですけども、今回の展示にあたって苦労された点はどういうところなんですかっていうことをお伺いした時に、まあいくつか話していただいたんですけども、実はねその中ねチラシの話もしてくれたんですね。でそのチラシを作る時にはその、まあ、チラシっていうのはいわゆるメインビジュアルを決めるっていうことで、今回の展覧会の顔になる作品は何がいいだろうっていうふうに、まあ、当然考えるわけなんですよね。でその絞りの可能性を見せてくれるという意味では、きっと作家さんのものを出したら絞りらしくないものが見れるので、きっとそれはそれで面白いんだろうなっていうふうに思ったらしいんですけども、
でもそのお客さんのとっつきやすさはどうなるんだろうなとかね、いろいろ考えた結果、今回は絞りの柄として非常にベーシックなテグモ絞りっていうのを選んだ、らしいんですよ。でそこでちょっと苦労されたっていうのは、あまりね民芸館のポスターではしないらしいんですけども、この布をね斜めから取ってるんですよ。これパッと見た時分かりました。あれね、僕ねそこまで気がつかなかったんですよ。で斜めから取るっていうのはやっぱりないらしくって、で斜めから取ることによってこの絞った時の凹凸が見えるようにしたと。だから絞りなんですよと見せるためにこの角度を探して写したっていうところもやっぱり苦労したんですよっていうふうに話をしていただきました。で、まあ、チラシの話になったので、まあ、毎回お約束で、なんでね、このチラシ裏にもありますけども、こういうものを持ってきたんですかっていうことをお伺いした時に、この中でまず最初に話が出たのはこれなんですよ。立ち脇、絞り染め布の立ち脇、部分ということで、これ西尾正道さんの作品になるんですけども、ひょうたんのような形が連続して現れる、本当にこの正確なフォルムが繰り返し現れるのを絞りでやったのかっていうのはちょっと驚愕ですよね。驚愕ですね。そうそうそうなんですよ。でね、小野さんもパッと見た時にこれが絞りなのかと思ったっていうのが、まず思ったのがこの作品だったらしいんですよね。で表紙持ってくるかどうかっていうのもすごい迷われたらしいんですけども、やっぱりねこれ今猫丸さんおっしゃったように、このラインもがあまりにもくっきり出てると、で絞りっていうのは揺らぎっていうのがある程度、揺らぎっていうのが魅力なんですけども、これに関してはかなり整理されてるっていうか、まあ統一されてる、しかもこれ連続されてるじゃないですか。でしかもしっかりつながっていて、かなりグラフィカルな印象なんですよね。これね、私思ったんですけども、まあ、超絶技巧っていうのとは、ちょっとね離れてるっていうふうには話されてましたけども、ラインがくっきりっていうのではなくて、どれもぼかしまで一定なんですよね。もう狙ってるとしか言いようがなくって、これがねやっぱり小野さんともすごすぎるっていうことで意見が一致した作品ですね。これがね、この模様自体やっぱり昔から伝統的にある模様なんですけども、この技法のニュアンスももう絶妙に出ていて、しかも狙って出してるっていうところがね、やっぱりすごい柄ですね、模様ですね。だからこれもね、作品の実物を見て、ね、これ裏にチラシ裏に載ってますけども、これがチラシ絞りなのかと。いう作品ですので、ぜひとも見ていただきたいなというふうに思います。まあ、今回ね SNS で紹介させていただく作品ではあるんですけども、でね、あとこのチラシの中にある、スーダンテオリメンジ、アイ絞り飾り布、片野香織さんの作品なんです。これもねだから現代の作家さんになるんですけども、やっぱりスーダンの布を使ってるということで風合いが違うんですよね。そうですね、見た時のインパクトもすごかったですよ、ね、そうなんです。厚手がね、すごく他のが薄く、まあ、多分絞りやすいですよね。そうそうそう、すごい厚みがあるんですよ。そうそう、でだからそういう意味では絞りとは全く思えないですね、生地の質感から言っても、海外の風を感じるっていうふうに小野さんおっしゃってましたね。まあこれもね、だから手織りの布なので余計風合いが出てるんじゃないかと、まあ、これも面白くて表紙にしようと思った作品の一つであるっていうふうにおっしゃってました。で、もう一つですね、このチラシの中で一つだけ、着物があるんですよね。で、なんだ、木綿地麻木富士蝶文様、絞り浴衣なるみ書かれていて、だからこれ昔の、作品なんですよね。で、これを見てですね、私がやっぱりまず驚いたのは染まってない部分があるんですよね。でも全体染まってるじゃないですか。でその染まってないっていうところも蝶の文様で染まってなくて、で周りにぼかしが何重にも入ってるところ、だからその基礎となったところはその小野さんも分かるんですけども、そこからどういうふうに手間を加えてるのかもやっぱり分からない。
結局ね手順が想像できない、まあ、1回ではないってのは分かる、手順が想像できないだから何回染めてるんだろうなっていうところ、だからこれもね技法としては分からない、その当時に作られたものなのに分からないと。でそのしかもこの他の着物に比べて文様の配置が面白い、まあ、他のものは一面連続文様じゃないですか、でこれは違うんですよね、蝶が3匹、そうですね、で藤が描かれていて、まあ、しかも大胆に配置してる、アシンメトリーですね、うん、ですね、っていうのもあってですね、これもチラシに使った模様ですよというふうなことをおっしゃってました。で第4展示室、まあ、これチラシには使われてないんですけども、はい、第4展示室の話をちょっとしたいんですけども、第4展示室に、ね、行った時にその2段っていうか上の方に展示してるのと下の方に展示、2段になってるところがあるんですよね。で、あの部屋に入った時に私はね全部現代作家さんの作品だと思ってたんです。私もです。でキャプシオを見てびっくりしたんですよね。江戸時代とかね、うん、大正時代とかねのがあって、これはね非常に驚いて、でもしここの画像を使わせてもらえるんだったら使いたいっていうことで選んだ作品があったんですよね。オレンジ色の作品、うん、でこれについても小野さんも非常に驚いた作品っていうふうにおっしゃってました。模様としてはとても直線的なグラフィカルな、そうそうそう、ね、そうなんですよね、うん、テクモなんですけどね、あれテクモなんですか、テクモなんですよ。で驚いた点っていうのがそのテクモであるっていうところが一点と、木綿への染めなので、有松の鳴海は基本的には木綿に藍染めが基本じゃないですか、だから基本的には青系統ばかりなんですけども、収蔵庫を見て作品を選んでる時に急にオレンジが出てきてえっと思ったらしいです。だから異色なんですよね、うん、だからこの民芸館の作品、まあ、年代がわからない、地域の年代がわからないもの多いんですけども、あれはもしかしたら有松鳴海ないかもしれないなっていうふうにちょっと憶測をした作品らしいです。でしかも、テクモで、テクモっていうとね丸い印象があるんですよね、うん、私たちは。そうです、表紙もテクモなんですよね、そう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 、だけどもすごい黒とオレンジの掛け合いが華やかっていうか、うん、本当によくわからない作品っていうのもあってですね、まあ、これもその小野さんも驚いた作品ということで、でも私たちもあれを見て非常に盛り上がったんですよね。盛り上がりましたね、うん、これは絶対使いたいですね。いやもうぜひ現地に見に行ってください。そう、そうですね、うん、この地域っていうかこのラジオを聞いている、まあ、SNS を見ているという方にねもう紹介して、紹介したいと当然思ってるわけですけども、こういう見方をね民芸をねこういう見方をしたら面白いっていうのがあればですね教えてほしいということをお伺いしたんですけども、難しいですねっていうふうなことはおっしゃってたんですけども、民芸館の見方で展示の仕方ってやっぱりある意味他の美術館とは歴然に違う、歴然と違うのがあって、それやっぱキャプションがない、出していないっていうことなんですよね。どうして年代に変わったの？そうそうそう、うん、作品名と年代と地だけなんですね、これも全て。でやっぱり見えられるお客さんももうちょっと説明が欲しいっていう方はおっしゃるんですけども、やっぱりあえてそのスタイルでやっていると。で要はその柳さんが提唱した民芸運動にも関わってくるんですけども、もののバックボーンであるとかこれはどういうものかっていうものを書いていると、皆さんそこを読んで作品を見てくれないと。これもだから柳さんが当時からそういうふうなやっぱキャプションの弊害っていうのを訴えられてたみたいで、ですからその精神を引き継いでいるので、やっぱ民芸館としてはものの美しさを感じてほしいと、うん、でそのものの魅力美しさを感じてほしいのであえてそれはしていないと、まあ、だから民芸館に来られた時にはやっぱこれを実際に見ていただいて心に自分の心に響いたものとか素敵なもの何かっていうのを一つでも見つけて帰ってもらえたら民芸館としては嬉しいことなんですよと。
キャプションがあったらどうしてもそれを見てしまう。でそうじゃなくてない中で作品を見た時にはどう感じてもらえるのかと、そういうふうなあの施設が民営館なんですっていうふうにおっしゃってました。僕がその民芸が好きだっていうところはその味、うん、味っていうか手に取ってみたいとかそういうところがね民芸のいいところだっていうか好きなところだったんですけども、今回のではねやっぱり違いましたよね、うん、まあ冒頭にもお話ししましたけどもやっぱり民芸の作品っていうのは大体わかるんですよね、あのこうやって作ってるんだろうなっていう驚きっていうのはないんですよ、うん、あの味わいに来るっていう部分がこれ使いたいなとあこれいいなっていうのを味わいに来るんですけども今回は違う、うん、全く違って驚く、うん、どうやって使ってるんだろうどう作ってるんだろうなってそういう驚きを感じてほしいなっていうのがありますね。これねちょっとねあの他のね布を扱ってる展示美術館でもね博物館も布を扱ってる展示とかって多くあるじゃないですか。でもそれを見た時に着たいって思うことは僕ほとんどないんですよね。あ綺麗だな身につけたいそう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 、そうそうだけども今回はこれ着たいって思ったんですよこの絞りの柄の T シャツでもいいから着たいなっていう身につけたいなって思った。だからあの布を展示してる今までの企画展とはやっぱり異質だなっていうふうに思いましたね。あのね今回まあその話もしたらですねあの、ショップでもね有松なるみの絞りとか置いてますしやっぱりこの絞りっていうのは浴衣もいいですよっていうふうにおっしゃってました。うん、小野さんは先ほどね民族学がご専門っていうふうにおっしゃってたんですけどももともとはその中でも布だったらしいんですよ。だから布は好きらしくて布は楽しいですよねっていうふうにおっしゃってました。はい、いやちょっとね半分興奮気味にね話してしまったので特別展の、 あの、まあ、面白さというのが伝わったかどうかわからないんですけどもあのぜひともねこの民芸というものを見たことがないとかねなかなか足を運んだことないっていう方も本当にね驚きがある特別展だと思うんでぜひ足を運んでいただきたいなというふうに思います。本当にね面白い展覧会でした。ということでですねいかがでしたでしょうか。平成30年3月3日から7月16日までの会期で、絞り染め、布に咲く花展を開催中の大阪日本民芸館皆様もぜひ足をお運びください、はい。今回取材にご協力いただきました小野さんありがとうございました。ありがとうございました、はい。さて次は猫マネさんの食レポです、はい。今回お邪魔したのはどちらになるんでしょうか。はい、喫茶一です。はい、はい、あね、はい、よかったっすね。ここもねいやもう本当ここもね心からお勧めしたいところですね。はい、ひらがなで1です、はい。で場所は、千里中央駅の、はい、構内ですね。はい、そうですね。あの駅って面白いんですよね、はい。あのコンコース、あのお店が並んでいるその通路のところからホームが見下ろせる。うん、そうですね。もうホームから階段上がって改札出たらすぐお店なんです。すぐですね、はい。はい、でこちらのお店も、北改札を出てすぐ右手にございます。はい、はい、であの雰囲気はですねとってもレトロで、うん、カウンター席が8席、はい、でテーブル席が2人掛けのが3組かな、そうですね、1人掛けが1つっていう形 で、ね、本当にこじんまりとしたお店で、はい、あのご夫婦が回してらっしゃる、はい、あのとってもアットホームな感じがするのは常連さんがとっても、うん、あの気さくにお店の方とお話しされているので、それがあのすごくいい雰囲気を作っていらっしゃる、ね、常連さんが作ってるって感じありますね。そうですね、うんうん、あのとても素敵なほっこりするお店です、はいはい。でこちらの売りは何といってもサンドイッチです。そうですね、サンドイッチですね。メニュー言いますよ、はい、カツサンド、はい、野菜入りカツサンド、はい、ミックスサンド、はい、ハムサンド、はい、卵サンド、はい、野菜サンド、はい、トーストサンド、はい、はい、もう430円から650円までで、はい、はい、ご注意ください。すごいボリュームなんですよね。もうね、あの社名あげますけれども、はい、インスタにあげますけれども、うん、はい、まあサンドイッチって断面が命じゃないですか、はい、フォトジェニックですよね。すごいですよね、はい、あのまあ、私たちあの全て
食べきれなかった、注文しきれなかったんですけれども、はい、あのメニュー表の写真なんか見ていただきますと、ですね、もう分厚い。分厚いですね。分厚い。特にまあ卵サンドは厚焼き卵にこだわってらっしゃるんですよね。そうですね。うん。うん、でカツサンドもこれあの注文受けてから揚げられるので、はい、揚げたてを挟むんですけれど、ね、あの肉厚もう2センチ、2センチありますね。2センチあります、ね。うん、2センチありますね。うん、でも柔らかい。柔らかい。びっくりなんです。なんでこんな柔らかいんだろう。衣もサクって肉柔らか。ね、はい、もう当然美味しいっていうことですね。はい、もうあの言うことない。はい、あのクレソンが上に乗ってて、はい、もう。本当にあの食べ応えのあるサンドイッチです。うん、そうですね。はい。で、あのお飲み物もですね、あのとてもこだわってます。はい。そうですね。でコーヒーはあのちょびひげさんがストロングを飲まれてましたけれども、はいはい、あれは私も一口いただいたんですが、はい、苦くないんですよね。そうなんですよね。あの他ストロングとかって置いてる喫茶店はよくあるんですけども、あのなんかただ濃いだけでそのやっぱり苦味も強いとかっていう感じはあるんですけども、違うんですね。やっぱり香りが強いでも濃いんですけども、香りがすごくよくって、あコクがある、でコクがストロングって感じがするようなコーヒーですね。だからあの本当、ストロングと聞いてですね、あの敬遠される方いらっしゃるかもしれないんですけども、ちょっとねあのコクは味わっていただきたいなっていうようなコーヒーですね。コーヒー好きの方はぜひ、はい、で、インスタにはですねミルクセーキ、私が頼んだミルクセーキも載ってるんですけれども、ミルクセーキ載ってました、ね。うん、そしてレモネードも飲みました。いやあのね、レモネードは絞りたてのフレッシュレモンに蜂蜜が入ってます。いやめちゃめちゃ美味しかったですね。あの今まで飲んだあのホットレモンの中ではもう一番ですね、私も個人的には。あのガツンときます、やっぱりフレッシュレモンなので、でもあのレモンが好きな方にはぜひ飲んでいただきたいなと。そうですね、なんかもうちょっとねお肌が綺麗になったかのような気持ちになりますよ。そうそうそうなりますよね。はい、でこちらはテイクアウトができます。サンドイッチのそう、ね、で野菜入りカツサンド以外はあの全てテイクアウトができますので、お店で食べるもよし、うん、万博公園に持って行って食べるもよしということで、こちらの喫茶イチのサンドイッチをおすすめしたいと思います。そうですね、まあ、こちらをなんで選んだかっていう理由の一つに、うん、まあ、あの今回のね、家館に行かれる時の、ランチ、ね、あのせっかくね目の前にあの素晴らしい公園があるんで、そこで食べていただくのにもう最高だなっていうのもあってですね、こちら選ばせていただいてるんですよね。はい、あのぜひ、千里中央駅北改札出てすぐ、そうですね、喫茶市に、お立ち寄りいただきたいと思います。はい、今回ね、まあ、ちょっとね、取材っていう形は取れなかったんですけども、あのもう、ね、お忙しくって、そうなんですね、話をお伺いなかなかできなかったんですよね、ただ紹介するってことに関しては快く、はい、了解いただきましたので、ありがとうございました。ありがとうございました。この番組はえのこと地域コミュニティとの共同事業、ミニ FM えのこ島でここコラジオの企画で美術館およびその周辺の食を紹介する番組です。周波数は 89.2MHz、 毎月一度公開放送を行っていますので、皆様もぜひ遊びに来てください。お送りした DJ は私ちょびひげとアシスタントの猫までです。はい、次回もお楽しみに。さようなら。FM デコボコ。